はい、というわけで、全国の皆さん、バンガってますか？はい、ということで、バンガードのことは私の任せ、バンガードの弁護士ドクター、オです。どうもよろしくお願いいたします。さあ、ということで、今日もですね、アニメ、20時半から皆さん見ていただけましたでしょうか？はい、今日はね、総集編でしたね、というところでございます。そしてね、この番組から、方も、いらっしゃると思います、いつもありがとうございます、今週もね行ってみたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。さあちょっと雑談タイムですけども、7月終わりますよ。もうめっちゃ暑かったですね、ちなみにこちら東京のスタジオから、お届けしてますが半端なく暑かったです。昨日ですね、ちょうど暑さが少し引いたんでテニスに夜行ったんですけど、15分でバテました。一回15分でこうペタってなってましたね。はい、一回あの涼しいところに戻って15分くらい休憩してまた入りましたけれども、はい、あの暑さはやばいなっていう感じでございましたけど、皆さん、どんな感じでお過ごしだったでしょうか？大丈夫？外で、はい、スルメになったとか書かないの？みんな、はい、わかるわかる、はい、そうね、はい、はい、そんな感じでございますが、はい、皆さんね、なんか外で運動を控えてくださいって天気予報で聞いたら初めてだよ。運動するなって言ってたもんね、天気予報。すごいなと思って、はい、そんな感じでございましたね。ライブ行ってました。うん、なるほど、わかるわかる。はい、そんな感じでございます。あのね、講習会とかね、実際に、ファイトのね、とこだと、ショップだとね、涼しいところも多いと思いますので、ぜひね、カードショップに足をね、運んでいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さあというわけで、今日もね始めていきたいと思います。皆さん今回もですね、せーのと言ったらサンドアップバンガードとぜひね打ち込んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、打ち込む準備できましたでしょうか？大丈夫かな？はい、それでは行きたいと思います。週刊バンガ情報局スタートします。せーの、スタンドアップバンガード。さあ始めていきたいと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうね、皆さんね、前でね、あの皆さんのコメントはこう流れてるの私も見ながら今こう放送してますんでね、楽しく、皆さんと一緒にね行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、本日最初から、いきなり紹介していきたいと思います。あ、夏イカ衣装って話したね。夏イカ衣装はね、この4年間一度たりとも作んなかったね。はい、これ結構暑いんだよって話あれば置いといて、はい、たまにねイベントで汗だくになってながらやったら、あ、スルメになると思っていただければと思います。では最初のイベント、最初の、こちら情報いきたいと思います。どうぞ。はい、というわけで、まずこちらです。バンガード公式宣伝ツイッター、フォロワー3万人ありがとう記念、直筆サインにトライスリー T シャツ、素晴らしい。はい、というわけでこちらツイッターの3万人の突破記念の第3弾の企画でトライ3が演じる、はい、インフンだ感じだね。はい、そんな感じでね、石井マークさん、榎木純也さん、そして、新田恵美さんの直筆サインのですね、トライ 3T シャツがですね、こちらプレゼント企画となっております。締め切りは本日夜の9時10分。おい、あと8分。あれ、雑談風じゃったからかなり時間が削られたぞ。あと6分くらいとなっておりますね。はい、となっております。こちら画像のツイッター、7月26日10時、ちょっと書いてあるね。10時半頃のツイートを、リツイートということですね。はい、それで、ということで応募は完了ということでございます。はい、上にツイッター、上に載ってますという感じでございます。はい、探さなくてもここ多分クリックすると多分飛べるのかな。はい、素晴らしいですね、というところで、はい、ぜひ、はい、フォローとね、リツイートの方、お忘れなくよということでよろしくお願いいたします。さあこちらね、3番といえば YouTube に上がってるね、あの皆さんのストライドシーン集めたストライド集もですね、3万再生達成しました。ありがとうございます。はい、本当にね、ご覧いただいた皆様本当にありがとうございますね。はい、ぜひね、まだ見てない方はあのね、練習のためにあのぜひね、あのオリジナルのストライドとかで考えていただいてもいいんですけど、ぜひね、あのポーズとかね、真似していただければ。ただね、あのファイト中あの座りながらね、あの足上げのねストライドやるとね、ちょっとね、ガンって椅子に、ね、これ当たっちゃうんでね、それだけ気をつけていただいてというところで、はい、ぜひね、立ちながらファイトとかもね、楽しんでいただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ続きましては、こちら行きたいと思います。じゃん。さあ来ましたね、夏だ祭り
イベント情報ということで、みんないっぱい遊ぶんだがということで、バンガロックあれだね、両手に持つの好きだね基本的にね。はい、花火ね、皆さん花火しました？あ、花火した人、花火見たよ。っていう人か、した人、はい、した人、花火した、花火した、大丈夫かな、した、して、してない、あ、結構減だね。ここから結構連チャンで花火大会なので増えますので、はい、忘れなきよというか、大体ね、8月の後半になって、花火大会ないかなって喋るとね、もう全部終わってんだよね、大体ね。これ毎年のいつもの、あ、みんなうなずいてる。スタッフの皆さん、みんなうなずいてる。はい。なのでね、この時期なんで、そろそろ、忘れないようにというところでございますね。あと、ゴミは絶対持ち帰りましょう。よろしくお願いします。というところでございますが。さあさあ、そんな感じで、カードファイトヴァンガードもね、この夏のイベント、いろいろございますので、紹介していきたいと思います。というところです。さあ、では、早速、おさらいも含めていきたいと思います。早速行きましょう。どうぞ。こちらから。さあ、というわけで、まずはこちら。はい。まずこちらですね。武将道夏の感謝キャラバンの方、もう参加していただいた方、どれくらいいるかな、結構いるかな、参加したよ、もうもらったよ、サニー、完全ガードのサニーもらったよ、という方、のとか、カタカナで書いてくれると、ドクター嬉しい。近くにない。うん、それはもう残念ながら申し訳ない。さあ、あ、行ったよって人、行きたい。あ、行きたいって方もいるのね。いいね、いいね。はい。はい。新守護者絶対ゲットだぜ。うん、わかる。そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じでいいから。はい。ということでね、夏の監視キャラバン。そうですね、大阪地区は8月から。うん、わかるわかる。そう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 。地域によってね、開催時期が違うんですけれども、はい。こちらですね、現在全国の130店舗様のですね、カードショップ様にて好評の開催中でございます。お店にね、遊びに行くだけで、ヴァンガードからはライトエレメンタルサリーのカードがもらえます。こちらね、どのデッキにも入るクレーエレメンタルの完全ガードでございますので、ぜひぜひこれを機会にね、ゲットしておいていただければなと思います。というところです。開催は8月の16日までということで、8月の分もございますので、こちら公式サイトの方でチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、全国のヴァンガード公認展開サイト様ではですね、毎月のショップ大会に加えて、8月はですね、タイトルブースターの刀剣乱舞オンラインの発売記念、こちら大炎連ファイトというものが、開催されます。こちら、はい、刀剣乱舞のファイトでございますね。ぜひね、デッキ作ってよって方は、8月の3日から、参加していただければなと、思います。こちらですね、参加賞、ランダム賞になるんですけれども、特製デッキホルダーもらえちゃいますので、ぜひね、夏休み、まだショップ行ったことないよっていう方、いらっしゃると思うんだよね。この放送を見てる方でも、まだね、多分、ショップ、ちょっとね、どこあるかわかんないという方もいらっしゃると思うんでね、せっかくね、刀剣乱舞で入ってきた方、またね、最近始めた方、ぜひね、これを機会に、始めていただければなと、遊びにね、行っていただければなと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というところでございます。詳しくはね、公式ホームページ、チェックしていただければなと思います。さあ、続きましてですね、公認店舗様から、こちらの店舗様からちょっとお知らせいきたいと思います。じゃん。はい、こちらヴァンガードの、公認店舗様の中でですね、カードショップ、デルガルド様がですね、主催してくださる、カードファイトヴァンガード、新潟グランプリが9月の5日にこちら決勝というかイベントがですね、開催されます。こちらのイベントではですね、デルガルドの店長様が、ヴァンガードをも、この新潟県で盛り上げたいということでですね、県内の各公認店舗様を訪問されて、こちら開催協力のご依頼をされて、成り立っているイベントとのことですというところです。さあ、そんなですね、熱い思いに応えるべき武士ロードも、協力させていただきますということでいただいています。こちらのイベントはですね、予選と決勝イベント2つございます。こちら予選は、8月の1日から、こちら31日までの間にですね、県内の公認店舗、10店舗様の中でですね、開催されまして、各店の上位1名をですね、9月5日の、決勝イベントの出場権が手に入るという形になっています。でもですね、こちら予選大会にもし負けてしまっても、そしてですね、当日これ合わないな、近くにないな、この日参加できないなっていう方のためにですね、なんと、決勝会場内の最終予選あるそうです。こちらですね、当日の予選は上位6名が決勝大会に出場できるとのことですというところなので、ぜひぜひ参加していただければなと思います。そしてこのですね、9月5日の決勝戦には私もドクターオブですね、決勝トーナメント行きますので、ぜひぜひみんなでね、楽しく、こちらのねイベント参加できればなと思います。挑戦ファイトドクターオーって書いてあるけど、マジか、はい、マジか、何持ってこう、 何のデッキ持った方がいい、 何みたい、刀剣乱舞、何だろう、何でもいいよ、なんかチラチラっと、何がいい、挑戦ファイトドクターオーデッキ何が欲しい、何みたい、インクジョーカー、ギアクロ、アクフォ、うん、なるほど、バミューダ、
なるほどね。メガコロ、うん、メガコロも熱いよね。うん、そうね。相手がグレードさん握ってなければ勝ちみたいなね。はい、なるほど、わかりました。ちょっとね、このコメントでいただいた中からちょっと考えて持ってきたい、2歴くらいね、持ってきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ぜひね、参加してください。ちなみにこちら、イベントの詳細はですね、店舗様のホームページご確認ください。お、上にちょうど出た、素晴らしい、スタッフさんありがとうございます。はい、上にですね、イベントの詳細はこちらということで、今リンクで貼っております、出ておりますので、ぜひぜひクリックしたらですね、お近くの方はぜひ参加してみていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあどんどんいきましょうか。さあ、続きましてはこちら、じゃん。さあ、 VCF2015 来ましたよ。最終地区参りました。8月の2日は名古屋でございます。はい、ラスト会場でございますね。ゲストはトリニティドラゴンのお三方でございます。名古屋限定のイベント、トリニティドラゴンに挑戦コーナーもございます。今までのステージとはね、またちょっと違った、ステージも開催されますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。ちなみにですね、このステージなんですけれども、質問でもよくあるんですけれども、なんかこうデッキ持ってないとダメですかとか、あのファイトできないとダメですかって話もあるんですけど、あのイベント、このですね、この BSF2015 は、ファイトイベントがいっぱい行われてるんですけれども、このステージ前は実はファイトできなくても楽しめるというステージングにしてますので、あのぜひですね、あのヴァンガードアニメだけしか見てないんだけど、でも家近いから行ってみようかなっていう方はですね、ぜひ、ステージの前でスタンバっていただけますと、あの僕たち楽しく会話しましょうみたいなコーナーが、開催されますので、ぜひぜひ、ステージ前に、ね、お立ち寄りいただければなと思います。あとね、大会終わった後とかね、あのちょうど、このゲストに挑戦コーナーみたいな、ね、のが午後にありますので、そんな感じでもね、観戦していただければいつもね、大体伝説が、生まれますので、楽しく、ね、見ていただければなと思います。はい、ちなみに前回の会場ではね、石井マークさんが6点ヒールをちゃんとみんなの前でこう、発揮するっていうね、あのすごいところとかもございます。大変ね、会場盛り上がりましたけど、そんな感じでね、各会以上、いろいろ事件ありますので、楽しくね、ステージも見ていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そしてね、ファイトイベントはもちろん物販ステージ、そしてですね、遊び方教室など、楽しめる要素盛りだくさんですので、お楽しみに。そうね、遊び方教室もあるので、本当にあのバンガードまだ遊べないよっていう方もね、来ていただければなと思います。多分ね、3DS しか遊んだことないよって方も、ね、いらっしゃると思うんでね、あのこれを機会に実際のカードもね、触ってみていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして、こちら、右側書いてありますね。はい、こちら BCF2015 名古屋から交換スタートします。こちらね、人気ナンバーワンバンガロー君、組み立て式デッキホルダーということで1ポイント、ぜひねこちら、交換しますので、ゲートトレジャーキャンペーンの当たり券ね、握りしめて、結構ね、皆さん、当日忘れたみたいなね、ステージで聞くと、みんな持ってきたかいって言うと、忘れたっていう顔する人が、ね、結構いらっしゃるんで、このタイミングでね、ぜひぜひ持ってきていただければなと、思います。どうぞよろしくお願いいたしますというところです。さあ、本当にね、イベントを楽しみに、しておりますので、ぜひぜひね、お立ち寄りください。よろしくお願いいたします。さあ、では次行ってみましょう。どうぞ。さあ、というわけでコミックマーケット88、現在期間限定通販好評受付中でございます。一部ね、もう品切れになっているものも、あるかもしれませんが、こちらね、チェックしておいてくださいということです。こちらね、来週はこちらの番組でもあの実物のサンプルなど見せられればなと思いますので、あの当日ね、あの 買おうとコミックマーケット88の、武将のブースで、買おうという方はですね、
まあ来週ねお楽しみに、楽しみにこんな感じだよーふうにね見せられればなと思います。それどうぞよろしくお願いいたします。はい、というところ、あ、即予約した、あ、予約した人ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、スリム3つずつ、お、なるほど、予約完了、お、ありがとうございます。あ、結構みんなあれだな、はい、あ、もう予約してるな、なるほど、やっぱりあれだね、この情報番組を見てる人たちはやっぱりみんなあれだね、情報早いね、さすがだね、ちょっとね、みんなね、ちょっとコメント見ながらちょっと見てますってことです。ちなみにバミューダトライアングルは、写真集でございます。ちなみにですね、サマーセット、2105とか書いてありますが、これ2015の間違いです、未来からは、商品飛んできませんので、こちらご了承ください。2015でございます、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんコメントありがとうね、なんか映画のタイトルみたいになっちゃったね。はい、そんな感じでございます。まあね、あのバンガード G なんでちょっとね、あの逆のニクルっぽくね、あの時空飛んできたかもしれませんね。いいですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、では続きましていきたいと、思います。こちらです、どうぞ、じゃん。さあ、というわけでファイターズ2015決勝大会は今回はニコニコ生放送で配信決定でございます。拍手、やったね。さあ、こちらは8月の22日の14時からということで、放送決定しました。しかもね、新道この役の石井マークさんと決勝大会生中継ということでございます。いやー、いいですね、いいですね。あ、もうあるのかな、もうあるのかな、まだかな、もうちょっと、もうちょっと、またね、来週とかもうちょっと近くになったらもうまたね話したいとは思いますけれども、こちらの生放送配信決定ということで、まあ、なんで今ここで、ね、告知するかというとですね、こちらですね、完全招待制のイベントなので、こちら全国決勝エリアはこの招待状をお持ちの方のみの、ご入場となるのでですね、ちょっとこちらね、ちょっと来ても見れないよという感じになるんですが、ぜひね、この画面の前のニコニコ生放送でね、皆さんにご覧いただこうかなというふうに思いますというところです。なので22日の14時からくらいはこう開けといていただいて、社会人の方とはね、分かんないけど、まあ、Google さんのカレンダーとかにねこう入れといていただいたりとかね、はい、いろいろね、いろいろ多分使ってると思いますが、はい、ぜひね、あの忘れないようにしていただければなと、思います。よろしくお願いいたします。というところです。なるべくね、噛み砕いて話はしたいと思いますけど、多分ね、結構ガチめの解説とかも、ね、結構期待されてる方いらっしゃると思うので、そちらの方もちょいちょい入れながらみたいな、感じの放送できればなと思いますので、楽しくね、皆さんで見ていければなと思います。どんな出来上がってくるんでしょうかね、大変楽しみですね。はい、何で上がってくるかな、分かんないな。はい、そんな感じでございます、どうぞよろしくお願いいたします。さて、さあ、では、続きましていきたいと思います。こちらご覧ください、どうぞ。はい、こちらもありますね、ニコ袋、こちらニコ袋フェスタ2015夏ということで、こちら緊急決定になりました。タイトルブースター刀剣乱暴ライン大好評記念ということで、週刊漫画情報局の出張版&カードファイトバンガード G 体験会 in ニコ袋フェスタ2015夏が決定しました。はい、ということで池袋にお客の皆様、ぜひ遊びに来てくださいということなんですけれども、こちらですね、先週発売されました、先日ですね、発売されました、タイトルブースター刀剣乱暴オンライン大変ご好評ということで、緊急企画としてですね、週刊漫画情報局の特別出張版と体験会を行います。こちら第1部第2部に分かれておりまして、第1部は週刊漫画情報局をニコニコ生放送にて配信しよう、これね、ニコニコ本社にて撮影現場も、見れちゃいますということなので、見れるかもしれないということですね。これ池袋パルコの P' ダッシュ、はい、ですね、はい、に、ございますが、まあ、ちょっとね、あの人数多かった場合とかはちょっとオペレーションは入るかもしれませんが、見れるかもということでございますというところです。で、第2部は、実際にね、このニコ袋フェスタにご来場いただいたお客様に体験会を開催いたしますということです。こちらですね、スケジュールやその他いろいろ参加方法やなどなどはですね、こちら今週中にはご案内できるかなというところでございますので、もう少しだけお待ちいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。すごく
余談、ドクター目線の余談なんですが、この猫袋のこの横のこれは何なのってスタッフの皆さんに聞いたら、みんなからフクロウですって言われて、フクロウかみたいな感じだったんですけど、みんな気づいた？ニコ袋だからフクロウだねみたいな。はい、はい、反応ない。はい、わかんない。え、わかるわかる、そうそうだよね、そうだよね、ええだよね、わかるわかる、はてなはてな、うん、わかるわかる、なるほど、うん、そうだよね、うん、わかるわかる、みんな反応ありがとう。そう、俺だけからわかんないのとかね、すごく不安になったんだけど、そうだよ、その反応だよね。はい、そうそうそう、はい、待ち合わせ場所とかにね、池袋とかね、はい、あります。ちなみに池袋、一箇所、見方を変えると一箇所じゃないんで、待ち合わせ場所にするには気をつけてくださいみたいなね、話とかもあるんですけれども、ぜひぜひよろしくお願いしますというところです。はい、ぜひね、楽しみに、ほんの近くの方も遊びに来てください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では続きまして、こちら行ってみたいと思います。じゃん。はい、さあ、というわけで始まりますよ、カードファイトヴァンガード G のですね、アニメ一挙放送。本日この放送終了後より10時より配信スタートしますって、これ今ちゃんと思ったんですけど、これね、10時以降に配信をまた前どうなんでしょうねというところがありましたけども、10時までに終わります。30分番組括弧仮でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、カードファイトヴァンガード G ね、ここまで、やってきましたけれども、本当ね、皆さんいかがでしたかというところではあるんですが、このタイミングでね、例えば刀剣乱舞とかでヴァンガード知った方とかはね、ヴァンガード G いろいろ見過ごしちゃったよとか、あと例えば地区大会行ってて、あの話実は見損なったんだよね、録画もしてないんだよねみたいな方もいらっしゃると思うんでね、ぜひぜひこのタイミングで見ていただいて、この夏休みの間見れますので、ぜひよろしくお願いします。あとね、お友達にも教えてあげてください。見れるよとか、めっちゃ暇してんだけどみたいな、こう連絡が来た友達には、いいからヴァンガード G のアニメ見とけみたいに返していただけると、ね、緑のアイコンのやつが飛んできたらね、そうやって返していただけるとね、よろしくお願いしますみたいなところでございますね、というところでなんですが、なんですが、さあ、というわけで、どんどん行ってみましょう。ちょっとアニメ話行きたいと思います。続きまして、こちら、じゃん。さあ、一挙配信と合わせて楽しもうということで、特別編ご覧になっていただけましたでしょうか。さあ、今回はね、一挙配信を見る準備として、今回のね、この、漫画情報局見てる方と一緒にね、振り返りということで、今こういうふうに一覧出ております。はい、特別編でね、まず放送された話何話だよっていう話は、こんな感じで、シャープっていうのがね、何話ってやつですね。お、結構専門っぽい。そうシャープなんだよ。そう、シャープなんだよ。はい、そんな感じでございますよ。シャープなんはって今出てますねっていうところでございます。さあ、じゃあここで皆さんに、聞いてみたいと思います。漫画録音まとめてくれてありがとうねっていうところでございますね。さあ、どの話が皆さん好きでしたか。ちょっとね、アンケートとか何択かとかにしちゃうとちょっとあれなんで、皆さんに、ね、ちょっとどんな話みたいな、もう一言で、ちょっとコメント書いていただけると、ドクター見ます。あ、カエサル会。なるほど。ああ、なるほどね。なるほどね。ね。はい。人魚姫会。ああ、なるほど。ハイメ会。マモルキュン。ああ、渦巻きキューピッド。ああ、はい、浦野ね。浦野くん。浦野さんね。はい。太陽くん会。ああ、ハートリキター。あ、なぎさ会結構見るな。岩佐つみ。裏の会結構気がってんな。裏の会のコメントな、多いな。居酒屋。あ、でも結構分かれてんな。ドクターズ総会ないからね。よく分かんないの、流さないで。ないか、そんな会。ない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 。これでね、あるんだと思って見た方がね、ないじゃんとか突っ込まれても困るんでね、ツイッターとかで。ない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 。さあさあ、支部長が泣き出したやつ。ああ、なるほど。新参会。あ、なるほどね。あ、結構みんなあれだな、分かれるんだな。あ、分かりました。皆さんありがとうございます。予想以上に、皆さん分かれるということが、分かりましたので、ありがとうございます。ないのじゃないか、ないからね。はい、は
い、その話もう横に流しておいて、はい、ありがとうございますね。はい、ぜひぜひ、ですね、まあ、こんな感じで、いろんな話ございます。お友達にね、もし、ちょっと全部見る時間ないな、どうしてもないなという方は、友達に番号でやってる子とか、あのアニメ見てる人に、どの話良かったみたいな感じで聞いていただいてね、この話見た方がいいよみたいな情報を得てですね、その話を見るっていうのも一つの手かなと思います。ちなみに僕はパンツまで濡れた回大好きなので、ぜひぜひ、皆さんと一緒にね、見ていければなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、続いていきたいと思います。こちらです、じゃん。さあ、というわけで、こちら行きたいと思います。毎週ですね、土曜日23時半から放送、配信ですね、されている石井真紀さんと榎木淳さんがパーソナリティを務めておりますラジオ、これのヴァンガード G、 こちら明日 CD の2枚目が発売となります。拍手、やったね。さあ、こちらですね、新規取り下ろしとしてゲストには安城守役の柳田淳一さんがですね、登場いたします。なんとですね、今回特別になんですけれども、この放送を見ている方ですね、この CD のメインと言っても過言ではない、本当に、今台本にはそう書いてあったけど、いいのこれスルッと言っちゃって、はい、メインと言っても過言ではない特別コーナー、安城守子供相談、子供電話相談室ですね、これ特別コーナーですね、安城守の子供電話相談室の音源を先行ゲットしたので、皆さんで聞いてみたいと思います。私も一緒に聞きます。では行きたいと思います。それで行きますよ、せーの、じゃん。安城守の子供電話相談普及協会スタートです。ガチャ。この電話は現在使われておりません。番号を確かめの上、もう一度お掛け直しください。これ、守さんの電話だと思ったので、もう一回かけてみよう。プルルプルル。はい、安城。あ、もしもし。はい、安城。守さんですか？そうだよ。あ、僕、マサトって言います。おお、マサト君。守さんに質問なんですけど。どうしたんだい？どうやったら、カブトムシを上手に捕えますか？ごめん、滑舌が悪くてよく聞こえなかった。厳しい。もう一度お願いしていいかな？どうやったらカブトムシを上手に取れますか？君はカブトムシよりハチミツを取った方がいいんじゃないかと思ったんだが、どうだろう？ま、どうして？声だね。困っちゃってんじゃん。声、声？うん。でも、お母さんにいい声だよって言われる。お母さん、耳鼻科に行った方がいいかもしれないね。なんか、守さんイメージしてた人と違うな。イメージは人それぞれだからね。そうなの？うん。じゃあ君は今日からカブトムシではなく、ハチミツを取る。これで決まりだね。キュッ。はーい、わかった。ありがとう。はい、じゃあね。はい、ということで、こんな感じで放送されている、声のヴァンガード G 特別編でございます。あ、こちらね、現実物でございます。はい、というわけで途中までの放送となりましたが、こちら全部聞きたい方はぜひぜひ、こちらゲットしていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちなみに、カブトムシは、昼間ですね、上の方まで上がってしまいますので、朝早く起きましょうというか、ですね、そうだな、どれくらいかな、日差しが入ってから上に上がるまで30分くらいなので、だいたいそれくらいが狙い時ですね。はい、か、トラップを仕掛けるかなんですが、詳しくはお父さんに聞いてみよう。はい、そんな感じでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、カブトムシガチ勢とか言わないのコメントで、はい、そう、昼間でもね、結構子供とかね、昼間釣りに行っちゃうんだよね。そう、セミ取りとかはね、昼間 OK なんだけどね、あのカブトムシはね、あの朝一ですね、完全に。はい、よろしくお願いしますというところです。はい、さあ、ビールのトラップとかね、ぜひお父さんに聞いてください。よろしくお願いします。はい、さあ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 、では次行きたいと思います。さてさて、続きまして、こちら、あ、ちょっと待って、もう一回やります。もう一回、CD こちらですね、あ、その7月29日の、発売で、ございますね、というところで、ですので、ぜひぜひ、ゲットしてください。そして明日はこちらでございます、じゃん。はい、ありがとうございます。はい、というわけで旅番のこちらですね、佐藤さんの故郷宮城を旅した旅番宮城編も朝発売でございます。封入特典には柳川翼さん&佐藤拓也さんの、ブロマイド3種セットがございます。
これどのブロマイドがいい？上から 1,2,3 なんか一番下のどう見ても鉄&うんちゃらみたいな、鉄&とうんちゃらみたいな、ギリ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 、オッケーオッケーギリギリみたいなね、ええ感じでございますけど、どれがいいかな。 2番上から2番目、あーなるほど、片半1番一番上、はい、3ないの、3は1、2か人気、なるほどね、はい、ありがとうございます。これは完全に完全ですね、何を言ってるのかさっぱり。さあではでは、そんな感じでございますね、ぜひ、ゲットしてくださいね、よろしくお願いいたします。さあそしてこちらの情報も見逃せません、次行きたいと思います、どうぞ。さあ来ましたよ、東人攻撃テレビ CM 今日初公開したいと思います、拍手。さあというわけで漫画情報局ね、素晴らしいですね、こちらテレビ放送の前にですね、先んじて皆さんとですね、テレビ CM 見ていきたいと思います。どんなイラストが出るんでしょうかね、皆さん楽しみに、していただければと思います。それでは早速いきたいと思います、こちらです、どうぞ。ハードファイトバンガード G、 紡いだ絆を力に、可能性はこの手に、輝け俺たちの未来、ブースターパック東人攻撃8月28日発売。後ろ、いやー、3人のナレーションでかっこよかったですね、いいですね。さあというわけで今回はね、3人の切り札が登場ということで、アニメもそしてクライマックスということでですね、 CM のナレーションにはなんと、こちらトライ3の3人の皆さんですね、収録していただきました、ありがとうございます。いや、かっこよかったですね。はい、というわけでカードはね、内緒のカードもいっぱいまだあるので、もうしばらくお待ちくださいみたいなね、今日のカードや週刊漫画情報局とかね、雑誌とかで出してきますので、ぜひぜひお待ちいただければと思うんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。さあこちらの CM ですね、今週末から、テレビアニメの方でですね、CM として入ると思います。テレビアニメ以外のところでも、流れるかもしれませんので、そしたらなんかね、ツイッターとかでテレビ CM 見たよとかね、つぶやいていただけると、あのドクター楽しみに、あの皆さんのねツイートこうやって見させていただければと思いますので、ぜひぜひねつぶやいていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあカード内容、カード内容ってね、皆さん書いちゃいましたね、はい、わかりました。じゃあ、今日は、東人攻撃から、カードを紹介していきたいと思います。まずこちらからいきましょう、どうぞ。はい、まずは、こちらですね、紹介していきたいと思います。こちら、川の戒めレイジングさんで、ございますね。はい、まずですね、7月15日に、今日のカードで、公開させていただきました。はい、いただきましたね。はい、こちらですね、今日のカード、実は、前回ね紹介した時とちょっとテキスト商品版に、しっかりなっているものを今日紹介させていただき、たいと思いましたので、こちら出させていただきました。ホームページにも書いておりますけどね、こちら画像は開発中のものですということなので、商品版が、こちらになりますというところでございます。どうぞよろしくお願いいたしますということです。ちょっとねテキストがちょっとだけ変わってますねというところです。だから処理分かりやすくなっているので、こちらの方がいいかなというところになっています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてではこれはね今日のカードであったので、ね、次行きましょう、じゃん。さあというわけで同じくジェネシスからモフモフさん、プラス1でいきたいと思います。さあというわけでストライド、グレードプラス2にするですね、スクロさんですね。はい、カード名はフェンリドを含むグレードさんのカード。これね、そうこっそり、皆さん今検索してるかもしれないけど先に言いますけど、あのね、名称フェンリルはですねリンクジョーカーに実はいるんですけど、なんとですねグレードさんのフェンリルはいません。はい、グレードさんのフェンリルはいません。はい、というわけで能力がですね、まだ未公開となっております。こちらねアニメの方ではね登場しましたけど、フェンリルさん、楽しみにね、能力の方を、していただければと思います。こちらのフェンリルはですね、7月31日の、今日のカードで公開予定となっておりますので、楽しみに。今日のカードと言ってですね、ちょっと知らない人のために一応フォローしておきますと、バンガードの公式ホームページのですね、PC から見ると左上、なんだろう、スマートフォンあたりから見ると多分下の方に出てくるのかな。はい、そこにですね、毎日、日替わりでですね新しいカード、だいたい未公開のカードなどがね掲載されることが多いので、ぜひね毎日1回くらい、まあ、お昼過ぎたあたりの方がいいのかな。あの日によって、時間は若干ずれて、まあね、アクセス集中しちゃうんでね、何時に公開とかやってねガーンってホームページ落ちちゃうんでね、ちょっとね、何時に更新とかできないんですけれども、ちょっと時間ずらして見ていただけると幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さてさてそれだけじゃないです、ラストいきましょう、こちらじゃん。さあ同じく、こちら深海獣のハティさんで、ございます。モフの雰囲気で今日はまとめさせていただきましたが、あなたのカードが、ソウルからドロップゾーンに置かれた時、そのターン中このカードパワープラス1000
しかもこれですね、重複するんですね。重複します。はい、つまり何かいいとですね、まあもちろん、まだね、出てないカードとの相性ももちろんいいんですけれども、今皆さんが持ってるカードでいいのはですね、ヤタガラスさんですかね。ヤタガラスさん覚えてますか？大丈夫、持ってる、ヤタガラスさん持ってる人、持ってる人のって書いてくれてるし、ヤタガラスさんぜひ一緒に使ってほしいんだよね。はい、そう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 、ヤタガラスさんですね、ソウルブラスト9で、2枚引いてですね、2枚スタンドっていう能力持ってるんですけど、まあ何が起こるかというとですね、このハッピーさん前の列に置いとくとですね、なんとパワープラス9000するわけですよね。そうするとですね、1万6000でですね、スタンドするわけですよね。はい、そうするとですね、ハティさんハティさんってこう横をこう並んでですね、なんとですね、1万6000がもう一回殴ってくるってですね、非常に熱い、動きをしますので、ドクター的には、あ、これはもう、あ、ヤタガラスさんだ、みたいなね、感じであったんでございますけれども、ただですね、他の、カードも全然ありです。なぜかというと、例えばソウルブラスト6とかだと、やったとさんにですね、パワーがプラス6000されるので、1万3000ブーストで、とかちょっとよくわからない、数字を言いながら、アタックできますので、ぜひぜひですね、ジェニシス使いの方、うまくですね、この枚数調整しながら使ってみていただければなと、思います。どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、イルダーシルさんとかでもね、いいと思います。どうぞよろしくお願いします。そう、さ、最後のねアタックとかにはね、非常に強いと思いますので、ぜひぜひ使ってみていただければなと、よろしくお願いします。ちなみにこちら当人攻撃には、ソウルを貯めてですね、ソウルを使うカード、その収録とのことですので、ジェネシス使いの皆さん、大変お待たせしました。ぜひね、楽しみにしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というところで、一応当人攻撃の、今日のカードは、こちらで、終了とさせていただきます。はい、ただですよ、はい、こちらね、カード以上となるんですけれども、こちら当人攻撃8月の28日に、登場と、なります。まだね、未公開カード、いっぱいあります。この夏休みを使ってですね、少しずつ公開となると思いますので、ぜひね、楽しみに、皆さんとね、情報を共有しながら、いければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて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 、最後にこちら行きたいと思います。どうぞ。さあ、来ました来ました、こちらですね、9月26日に同時発売となります、コミックブースター、先導者とデリーター、そしてコミックスカードファイトヴァンガードの9巻そしてですね、ミニ版の4巻が大発売でございます。いやー、楽しみにしましたよ。さあ、これですね、こちら記念してプレゼント企画が行われますということで、はい、読み方わかるね、ダブル先導者キャンペーン、はい、最近これ多いな、いいね、はい、ダブル先導者キャンペーンだからね、あれ OK ね、はい、大丈夫だね、はい、そんな感じで、ございます。ちょっとね、詳しくいきたいと思いますが、こちらですね、カードファンの皆さんにはファイト賞というのがございます。こちら左側ですね、こちらウェイビングデリーター、グレイドールですね。さあ、どんなカードなんでしょうね。で、こちらのグレイドールさんが、コミックス9巻の付録の PR カードの加工違いとなっております。そしてコミックブースターの、先導者とデリーターに入っているアーメスさん入ってるんですね。光の剣士アーメスさんの、イラスト違い版、小清水誠先生の書き下ろしバージョンが、ファイトショーで入りますってことなんですが、これ抽選で各1000名様ってことはさ、これ加工違い1000枚しかないんだね、世の中にね。はい、気づいてしまったよというところでございますね。はい、ここだけの限定バーカード2枚セットという感じになっておりますので、ぜひね、この機会にですね、ゲットしないともう手に入らないカードになりますねというところでございますので、ぜひゲットしてください。よろしくお願いいたします。そしてもう片方ございますね、コミックス賞、うん、カードじゃなくてね、あのイラストの方が好きなんだ私という方もいらっしゃると思いますので、こちらコミックス賞もございます。コミックス賞は、ヴァンガードのですね、1巻から9巻の表紙イラスト、そして、ミニ版のアニメ化記念イラストを使用した、ブロマイドの豪華10枚セットとなります。これも各1000名様ってことは1000枚しかないんだね、はい、世の中にね、というところでございますね、というところです。ぜひぜひですね、各1000名様でございますので、あ、私こっちの方がいいなみたいな、あ、ちょっと聞いてみましょうか。投票どっちにします？もし自分がこう1票入れられるとして、どっちに投票しますか？あ、両方投票しても多分大丈夫だと思いますね、こちら。はい、全然問題ないと思います。はい、応募方法さえ守っていれば投票できると思います。さて、あ、結構分かれるけど、あ、まあそうだね、番号情報局ね、最新カードの情報とかあるからね、ファン勢も多いね。なるほどね。はい、コミック賞の皆さんもありがとうございますね。なるほどね、なるほどね。
はい、はい、ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。はい、応募期間は9月の26日から11月の30日までになっております。応募方法は、今ね書いてある通りになっております。ワンボックスと、こちらで、ね、応募券合わせて2枚という感じになってますね。コミックスの、応募券と合わせてということになります。こちら、詳しいですね、応募方法、例えば、送り先とか、に関してはですね、後日ホームページに、掲載させていただきますので、もう少しお待ちいただければなと思います。それにしてもですね、9月26日の先導者とデリータ大変楽しみですね。もちろんね、コミックの方も大変楽しみにしていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい、というわけで、駆け足で、来ました。ここまでね、本当情報盛りだくさんで、だいたい30分どうしても超えてしまいますね。はい、開始から35分と、なりました。今週はこんな感じの情報に、なりますというところでございましたね。はい、というわけで東神攻撃の情報がね、もうそろそろで始めると思います。8月発売なんでね、8月あたりからガンガン出てくると思いますので、楽しみにして、ね、いただければなと思います。さあ、というわけで、本日は、以上となりますが、来週8月の4日もですね、こちら、21時から週刊漫画情報局、皆さんと一緒に、ね、楽しみに行ければと思います。ちなみに、そっか、もうこの日だと皆さん夏休みに突入している。あ、ちょっと聞いてみようか、学生で夏休み入ってよっていう人のって書いて、はい、あ、学生、そうそう、学生の方、学生って書いてくると超嬉しい。あ、まあ、言えない方は大丈夫、言えない方は大丈夫、はい、言えない方は言えない方です。いや、我こそは社会人なり、我こそは社会人なり、夏休みとは何ぞや、はい、忘れてしまったぜ私はみたいな、はい、はい、方もいらっしゃいますね。はい、はい、そうですね、就活で、あ、就活で頑張れ、はい、就活のみんなは頑張れ、はい、オッケー、はい、試験前ですが何か、うん、それもわかる、うん、テスト期間、あ、テスト期間、頑張れ、テスト期間、お、頑張れ、フレフレ、うん、はい、ブーストしてきます、はい、頑張れ、はい、そんな感じでね、あの、ぜひね、皆さん楽しい夏休みを、この先もね、送っていただければと思います。ぜひね、本当に、私の夏休みの本当思い出とか、もちろんね、部活もやってましたけれども、本当ね、部活終わった後はね、必ずね、カードショップにね、立ち寄ってね、自転車でね、1時間くらい超えてね、カードショップ行ったんですよ。そうそうそう、毎日ね、みたいなね、感じのね、日々もございました。ぜひね、今ね、そういう日々送ってるよって皆さんもいらっしゃいますし、あ、懐かしいなぁなんて思いながらこの放送をね、聞いてる方もいらっしゃいますし、え、カードショップって入り浸れるのみたいな、楽しく行けるのみたいな方もね、いらっしゃる、いろんな方がね、この放送を見ていらっしゃるとは思うんですけれども、ぜひね、夏休みの機会に、カードショップの方をお立ち寄りいただいてですね、欲しいカードだったりとかですね、最初のパックだったりとか、いろいろ見たりとかですね、ファイトのお友達作ったりとか、結構ね、一期一会で一番最初にこうね、ふってその日会った人とね、お友達になったりとかで、一人お友達になるとね、いきなりね、その人のつながりからバッて広がるんだよね。だいたいね、そんな感じで友達の輪が一気に広がりますんで、友達作れないんだよなと思ってる方も、本当にね、一人目作ると一気に増えますんで、カードゲームね、そんな感じでコミュニティのゲームなんで、ぜひね、楽しくね、夏をね、過ごしていただければなと思います。熱中症には気をつけてください。いかがする目になりそうでした。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、本日は、以上となります。来週も20時半から、カードファイトバンガー G の、こちらニコニコ生放送、そして21時からは週刊漫画情報局、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この後10時から25分後、20分後ですね、もう、アニメの一期放送始まりますね。私も楽しくね、見てみたいと思いますので、ぜひね、皆さんも、コメント書いたりとか、ぜひね、楽しく見ていただければなと思います。ちなみに友達のうちでね、バンガード G の上映会とかしてもね、面白いと思いますので、ぜひぜひね、いろんなね、きっかけに使っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、今日もですね、この挨拶で終わりたいと思います。私が合言葉はと言ったら、皆さん、ライド・ザ・ヴァンガードと打ち込んでください。ちなみにイベントの方でもですね、合言葉はと言ったら、ライド・ザ・ヴァンガードって皆さんね、リアルでやりますので、イベントの方もね、ぜひ参加していただければなと思います。それでは、今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それでは、皆さん、いきますよ。合言葉は、ライド・ザ・ヴァンガード！ありがとうございました。